はい、皆さんこんにちは、まーさんです。今日も頑張ってコペンの塗装やっていきたいと思います。では作業を開始していきます。まずは足付けという作業をします。これは今の塗装の表面に、サンドペーパーをガーッとかけまして、表面を荒らすわけですね。今のツルツルの塗装の上に新しい塗料を塗っても剥がれやすくなってしまうので、ペーパー掛けをして荒らして、要は表面積を増やす。そうすると新しい塗装との接触面積も増えて、剥がれにくくなると、そういうことですね。もちろん今の塗装面の凸凹とか傷を消していくっていう意味もあります。車の塗装の表面っていうのは必ずしも真っ平らツルツルになってるわけじゃなくて、すごく緩やかな、ゆず肌というかね、緩やかに凹凸があるっていう、そういう仕上げもあるんですが、今回は完全なミラーフィニッシュをね目指して塗装していくので、そういう凹凸もねこの足付けで消していくと。それから塗装面の細かい傷もこの足付けでねある程度消すことができます。はい、ダブルアクションサンダーである程度ヤスリがけをしたわけですが、どんな風になったか一度チェックしてみます。削りカスがあるとわからないので今拭いてます。そして塗装面はこんな感じになってまして、足付けとしてはもう全然不十分ですね。電動工具を使ってねかなりガーッとペーパーがけしたつもりでも、これだけしかねかかってないんですよね。全然足りてないです。ですからこういう広い面積をペーパーがけするときは結構ねしっかりとやらないといけないんですよね。また一通りサンドペーパーをかけて削りカスを拭き取って、どれぐらいペーパーがけできたか見てみます。先ほどね削りカスを掃除するのに何を血迷ったかパーツクリーナー使ってましたが、そんなことしなくても濡れ雑巾で普通に拭けばいいだけの話です。はい、まだ全然足りてないですね。全然ペーパーが当たってない部分がたくさんあります。ですのでもう一回ペーパーがけしてまた拭きました。ちょっと塗装面に傷があるところを強めにねペーパーがけしたらこのように、塗装が落ちてしまいましたが、でもこれはその金属が出てしまったわけじゃなくて下塗りが出た状態ですね。ですから全体を均一にサンドペーパーかけようと思うと、やってもやってもなかなか十分にペーパーがけができないんですが、一箇所だけ集中的にペーパーがけするともうあっけないほどすぐに塗装全部なくなっちゃうんですよね。その辺がペーパーがけの難しいところというかね。そして作業の方はですね、なぜか電動工具をやめて今手でね、しかも、水研ぎでやってますけれども、やっぱりどうもね電動工具が使い慣れないというか怖くてこわごわとしかできないので、やり慣れた手でやる方にね切り替えました。こんな風に水研ぎをした場合は水を完全に乾かさないとどのぐらいペーパーが当たってるかわからないので、一旦ねきれいに乾かします。そうしますとこの部分、ここね地味にこうへこみ谷になってるとこなんですけど、谷のところがねやっぱりまだペーパー当たってないんですよね。機械で3回手で1回ペーパーがけしたんですが、まだペーパーが、不十分っていうかペーパーが全然接触してない部分がまだまだ残ってるんですよね。ですからもう1回手でねしっかりとペーパーがけしました。ここまでやってようやくね塗装面全部にペーパーがちゃんと当たってツヤのない、マットな状態になったということで、はい、こんな感じですね。これで一応足付け完了です。では次はバックパネルの方も作業していきますが、バックパネルはへこみがあるのでこれをねパテ埋めしないといけません。それでこのへこみがですね、今指で触った部分、これね気がついてなかったんですが、バックパネルを外してよく見たらですね、今ちょうど分かりやすいここですね、ここにもへこみがありました。これね外すまで気がつかなかったです。これをパテ埋めしていきますので、まずはペーパーで今の塗装面を完全に剥がして鉄板が露出した状態にします。最初なぜかこうしてね手でシャカシャカやってたんですが、こんなんじゃいつまで経っても終わらないので電動工具でねこうしてガーッと削っていきます。ちなみに前回の動画でこのバックパネルもアルミ製ってねまた口走ってしまいましたが、スチール製ですね。
知ってたんですけど、知っててもなぜかああいう違うことを言ってしまうというね。はい、今あの一番へこんでる部分は電動工具のペーパーが当たらないので、最後は手で磨きました。塗装を完全に剥がしたら今度はパテの方を用意していきます。硬化剤を混ぜるタイプで、ポリパテって言われてるやつだと思います。多分ね、このホームセンターでよく売ってるソフト99のやつだけなのかもしれないですが、こうしてガーッと混ぜてるとね、だんだんタランタランになってきてすっごい柔らかいんですよね。ですからちょっと塗りにくいんですけど、塗るっていうかあのパテはつけるっていう言い方をするんですが、つけにくいんですが、こうしてね、もう超ヘッタクソですけど、こうしてパテをつけていきます。すっごく柔らかいので力を入れてギュッと押し付けると薄くしかつけられないので、どうしてもふわふわっとつけるような感じになってしまうんですが、まあだからといってね、後で剥がれるってこともないと思いますけどね。はい、パテが固まるまで時間がかかるので、その間に電動工具でまた足付けをしますが、このパネルの曲がりがきついのでね、電動工具で足付けをしてもこんなむちゃくちゃな状態にしかできませんでした。パネルの曲がりがきついっていうより、マーサのやり方が下手くそでね、できませんでした。ですからまた後でね、手でやりますけれども、今作業してるのは、前回の動画でね、ウェザーストリップを外したらこの部分がぐにゃぐにゃに曲がってたっていうのが発見されましたが、それをねついでに直しておきます。そうこうしてる間にパテが硬化したので、サンドペーパーでね削っていきます。マーさんはこの作業今までに何回もやってますが、自慢じゃないですけど一発でちゃんとできた試しがないです。今もねすっごいコワゴワと削ってますが、最初はこれだけコワゴワと削ってたのに、途中から、調子に乗ってしまいまして、調子に乗ったというか、この時パテの周囲ヘリのところばっかり気にしてまして、あのフェザーエッジっていうんですけど、パテがなくなるところがねスーッと薄くなってなくなってる状態にしないといけないんですね。パテが線を引いたみたいにパキッとなくなってたら、そこには段差があるっていうことなので、その段差をなくすことばっかり考えて今削ってたんですが、そうしたらね、今指で触ってますけどへこんでるんですよね。ポワンとへこんでる。要するにそのせっかく持ったパテをね削りすぎてしまったんですね。ですので仕方ないので、もう一回パテをねつけます。この辺で気がついたんですが、思ってたよりかなり広い範囲にへこんでるみたいです。目に見えるへこみはすごく狭い範囲なんですが、その周辺もねなだらかにポワーンとへこんでるみたいで、そのことに気がついたのでね、こんなに広範囲にパテを盛りました。そしてまたこれを削っていくんですが、電動工具ばっかり使ってるとまた削りすぎてしまうので、途中からねこうして手で研ぐやり方に変えました。こうしてフェザーエッジを出しつつ、このパテのね島みたいになってますけど、島の真ん中あたりを削りすぎないようにねしつつ、そういうことを気をつけながらね研いでいきます。ところがパテの付け方が下手なので、パテに一部ね穴が開いたみたいにへこんでる部分があって、それをなくすまで削っていくとまた全体にへこんでしまうので、困ったもんだなと思いつつ、しょうがないのでまた3回目のパテをつけることにしました。こうして何回もパテをつけては研いで、つけては研いでってするのは本当はね良くないことだと思うんですが、でもまあ下手くそだからどうしようもないですよね。はい、3回目のパテも硬化したので、またこれも削っていきます。削りすぎないように、だけどフェザーエッジは出さないといけない。非常に難しいです。今やってるこの部分は鉄板が丸くなってるところですから、丸くなってるっていうことは、つけたパテは、パテの真ん中のあたりがこんもり盛り上がった状態に仕上がらないといけないんですよね。だけど、何も考えずにペーパーかけてるとまったいらにしちゃうんですよね。まったいらにしちゃうっていうことは、他の部分が丸いのにそこだけ平らになっちゃうっていうことなので、その辺がね非常に難しいです。
そして今回ですね、どうもこのフェザーエッジがうまくいかないというか、もっとパテが緩やかに薄くなっていくのが本当じゃないかと思うんですが、どうしてもこういう風にね、割とスッとパテがなくなるような感じにしかならないんですね。ですけど手で触った感じでは全然段差は感じられないので、じゃあこれでいいのかな、でもなんかもっとスッと消えていくはずだよなとか思いつつ、いろいろ悩んで、そして今なんか変なことをやりだしましたけど、凹凸がないかね、手で触るわけですが、パテの部分、地金の部分、塗装の部分と、要は手触りが違うので、それに惑わされて凹凸があるのかないのかだんだん分かんなくなってくるんですね。それでどうしたものかと考えて、ハッと思いついてですね、さっきみたいにビニールをかぶせて触れば凹凸が分かりやすいんじゃないかと思ってやってみまして、その結果ね、特に凹凸はなかったので、もうパテ成形はまあこれでいいかということで終わりにしました。はい、そして今また変なことをやってますが、この段になってですね、このガラスと鉄板の間に汚れがいっぱい詰まってるっていうことに気がつきまして、遅ればせですけど、こうして掃除をしました。そして次にやってるのはこのサンドペーパー当てるのが難しい部分ですね。この部分は、いわゆるスコッチブライトっていうやつですね、硬いスポンジみたいなやつ、あれで足付けをしておきました。ということで一応パテ盛りと足付けは終わりましたので、次はマスキングをしていきます。ルーフの方はマスキング一切必要なし、バックパネルの方はこのガラスの部分だけですね。まあこうしてマスキングする箇所が少ないのはパーツを外して塗るメリットの一つですね。今一生懸命マスキングをしてますが、ガラスの側面というか、ガラスの断面というかね、側面というかね、そこに塗料がつくのがなんとなく嫌なので、そこまでマスキングしようと思って手間暇かけて今やってます。はい、割れながらなかなか綺麗にね、うまいことマスキングができました。これでルーフ、バックパネルとも塗装する準備、いわゆる下地作りっていうやつですね、それが一応終わったということになります。次は塗装の準備をしていきます。今ゴルゴ13のような気持ちでガンを組み立てているところですね。このガンの仕組みとか調整方法も以前は全然分かってなくてね、今思うとなんか無茶苦茶なことをしてたんですが、さすがに最近はちょっとはまあ勉強してね、調整方法とかもある程度分かった状態で、本当に分かってるかどうか分かりませんけど、以前よりは分かってる状態でやってます。今塗料の濃さを調整するこのネジですが、いっぱいまで絞ったところから3回転戻した位置にしておきました。はい、先端のこのパーツをつけておきまして、それからカップもつけておきます。このガンはカップが上につくやつです。そしてこのガンは、ストレート製っていうことになるのかな、ストレートで売ってるやつで、アネスト岩田とかじゃなくてね、まあ安物っていうことです。ガンの準備ができたら次は塗料の準備をします。今回ねこれだけの塗料を新たに購入しました。ちょっと並び順がめちゃくちゃになっちゃってますが、一番右のプラサフォをまず塗って、次にベースコート、その次にトップコートと塗っていきます。それぞれ主材と専用の硬化剤を混ぜて使うタイプです。はい、プラサフ、この缶に書いてある通りの比率で硬化剤とシンナーを混ぜていきます。どれぐらいの量が必要か当てずっぽうですけど、とりあえず主材をね 300g 測ることにしました。缶をこうして開けまして、そしてしつこいぐらいにこの中をかき混ぜます。下の方に色素とかが溜まってるみたいなので、ガーッとねこれ
だいぶ長い時間混ぜないと、あの上の方と下の方の硬さが均一にならないですね。かなり混ぜました。そして紙コップで 300g 測ります。はい、 300g 一気には測れなかったので、まずこれ 200g ですね。これを別の容器に移して、そして紙コップを測りの上に戻して0に設定して、そしてまた 100g 入れて、そしてこれも入れると、これで別の容器の中は 300g ちょうどになったはずです。次は硬化剤 60g。 同じ紙コップを使ってますが、紙コップを置いた時点で0設定してますので、ちゃんと 60g ね、正確に測れるはずです。はい、 60g をここに入れます。最後に希釈用のシンナーですね。今回これは 90g にしました。シンナー 90g も混ぜます。ドバーッと、そしてこれをまたしつこいぐらいによく混ぜます。そしてよく混ざったら、これをガンのカップに入れていきます。こういうろ紙を使ってね、ろ過しながらゴミが入らないように、ここまで結構偉そうになんか喋ってますが、ここでマーさんやらかします。はい、ある程度入ったので、あれ、蓋がない、蓋、蓋ここにあった、ガッシャン、はい。まあこういうこともある。でもまあ段ボールの上にこぼれただけでね、被害は最小限でした。はい、気を取り直して、まず段ボールに試し拭きをします。いつもここでなんかバスバスっとなったりするんですが、今回はすごい調子よく最初から拭けたので、すごいびっくりしました。ではいよいよ本番、塗っていきますが、もうめちゃめちゃ今コワゴワとコワゴワと塗ってます。ちなみに今回塗料はみんな大好きパナロックの塗料を使ってまして、そして希釈用シンナーですけど、エコマルチシンナーっていう、トルエンキシレンを含まない環境タイプのやつっていうのをね、使ってます。ですから匂いがきつくなくて、まあ匂いそのものはあるんですけど、有機溶剤っぽい匂い、いわゆるシンナーの匂いっていう、そういう感じの匂いは全くしないです。通常のパナロックシンナーよりちょっとだけ高いです。そして仕上がりにどんな差が出るかは全く知らないです。はい、そう言ってる間にバックパネルの1回目の塗りが終わりましたが、あの塗ってる途中で、あ、1回目の塗りは捨て拭きって言ってすごい薄く塗らなきゃいけないんじゃなかったかなって塗ってる途中で思い出したので、後半がなんかちょっと薄くて、前半塗った部分がちょっと濃いみたいなね、変な感じになってしまいました。そして次はルーフを塗っていきますが、ルーフの方はですね、屋根を開閉するときなんかに金属の部分の裏の部分がね、ちょっと見えるので、その部分も塗っておこうということで、先に裏の部分を塗りました。そしてそれが乾くまでの間、またバックパネルの方、バックパネルの2回目の塗りですね。あのガレージがそんなに広くなくて、そして換気扇の近くで塗りたいので、いちいちこうしてね、パーツの方を動かして塗ってます。パーツを並べて塗れば楽なんですが、そんなにガレージが広くないということですね。それから、今回ちょっと説明することがやたらなんか多い感じになってますが、それから今回このプラサフをね、プラサフも結構色が何種類かあるんですが、黒く塗るということでプラサフも黒を選びました。ですから今このプラサフを塗ってるときはいかにも塗ってるっていう感じの絵面になるんですが、プラサフ塗った後はですね、黒のベースコートを塗るとき、トップコートのクリアを塗るときは、動画的には何してんのかよくわかんない、そういう絵面になってしまうんですよね。
この白っぽいところに黒い塗料をビャーっと拭いていくっていうね、こういう絵面は今回だけになります。次の動画でベースコート、トップコートを塗っていきますが、絵面的にはあんまり面白くない絵面になってしまうと思います。はい、ルーフ表面の1回目捨て拭きですね。プラサフの場合でも1回目捨て拭きっていう作業が必要なのかどうかよく分かってないですが、とりあえず1回目はこうしてね、薄めに塗ります。もうだいぶこわごわした感じはなくなりまして、うまいか下手かは別にして、今この時点ではね、塗ってる本人はかなり気分よくね、気持ちよく塗ってます。はい、バックパネルの3回目ですから、プラサフはこれで最後の塗りっていうことになりますね。はい、塗り終わってちゃんと塗れてるかどうか再度チェックしますが、ここでですね、ガラスと鉄板の隙間の部分に全然この塗料が入っていってないっていうことに気がつきまして、追加でね、この狭い隙間にちょっとでもプラサフが入るようにね、ちょっと追加で拭いておきました。でもやっぱりあんまり入らないんで、後でね、ベースコート塗るときとかもね、気をつけないといけないですね。はい、塗料は、500g ぐらい作ったわけですけど、あっという間に使い切った感じで、今これがルーフの、3回目ですね。2回目ははしょりまして、今3回目を拭いてるところです。そしてこのように3回目、塗ったわけですけれども、このあとですね、ある程度塗装が、硬化してから確認しましたら、まだちょっと薄いような感じのところがありましたので、後でね、4回目も拭きました。その時はさっき毛をね、取ってくちゃくちゃってなったところ軽くペーパー当てて、鳴らしておいて4回目も拭いてます。ただその時は動画撮りませんでした。今お見せしているのは3回目ですね。この後動画撮らずに4回目も吹いたということです。はい、ということで今回はもういい時間になってしまったので、今回の作業はここまでにしようと思います。次の動画ではこのプラサフを完全に硬化させて、ペーパーで研いでね、きれいにならしていきまして、そしてベースコート、トップコートと、トップコートまでいけるかどうか分かりませんが、まあ基本的には塗っては研いで塗っては研いでっていう作業ですね。それを次の動画ではお見せしていきます。ということで今回の動画はここまでです。今回もマーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。